ファシラエパタカ中ンファシラエパタカスライドカンヒルとは、ヒル上級中華に属する級中。カンヒルとは、厳密にはファシラエパタカのことを指すが、巨大カンヒルファシラジャイアンティカ、日本産カンヒルファシラ SP を含めてカンヒルと相乗されることが多い。本校では特に限定しない場合は校舎を採用する。成虫の体長は2から3センチメートル、幅1センチメートル。ヨーロッパ及び、 オーストラリアに分布。日本においては、中間宿主は、姫物あらがい。収宿主は羊、ヤギ、牛、馬、豚、人などの哺乳類。人への感染はミョウが、クレソン、セリ、またはギーレバーの生殖による。宿縮主より排出された中卵は、水中でミラシジウムに発育し、中間宿主の頭部、側部、外頭膜などから侵入し、スポロシストとなる。 スポロシストは中朝線においてレジア、セルカリアへと発育する。セルカリアは中間宿主の呼吸口から湧出し、水草などに付着して機能する。これをメタセルカリアと呼ぶ。メタセルカリアは収縮種に傾向的に摂取され、空調において脱能して腸粘膜に侵入して復腔に至る。復腔に出た養弱虫は、 肝臓実質内を瞑想しながら発育し、相胆管に移行する。感染後70日前後で相胆管において産卵を行う。カンヒルの洋弱虫は移行メニュー性が強く、子宮、気管支などに移行する場合がある。ありがとうございます。